第2回ジャパンカップ女子バレーボール世界大会終盤に入りまして、全勝のペルーを中心に追いかける日本、中国、ソビエト、アメリカとメダル争いの方も熾烈になってまいりました。今日の第1試合はこのソビエト、そしてアメリカと中国ですね、アメリカ中国戦を京都府立体育館からお伝えしてまいります。まず中国のサーブで試合が始まりました。アメリカ中国の一戦ですが、この試合の解説はモントリオールオリンピックのゴールドメダリスト荒木田裕子さんにお願いしております。荒木田さん、よろしくお願いします。お願いします。スターティングメンバーを見ましてびっくりしたんですけれども、はい、中国チームの方がガラッと若手中心できましたね。そうですね、初戦で中国ペルーに負けまして、はい、その後いろいろ若手も出してみてるんですが、若手の方がですね、そのレギュラーよりも動きが非常にいいんですね。そうですね、はい、特に韓国戦でしたか、素晴らしい活躍見せましたよ ね、 ね、若手がね。ラリーポイントシステムで試合が始まっております。得点現在1対1、中国が加えています。3番のマサカヤンのスパイク、得点は2対1です。アメリカがリードを奪いました。さてこの試合は、東出松原両アナウンサーが各チームのレポーターとしてついているんですが、まず中国チームのレポーター東出さん。はい、東出です。中国チームなんですが、今日はご覧のように若手でスタートしていますが、はい、李監督はですね、道平そして両園に代わる素晴らしい若手を早く育てたいんだと、そういう意味で若手にこの大会貴重な体験をどんどんさせたいと話していました。で、中国チームなんですが、昨日ソビエトに快勝しまして、ようやく本来の明るさといいますか落ち着きが戻ってきています。まあ、最初のうちは1セット30点、ラリーポイントシステムに特にベテランの選手がどうしてもその戦い方が馴染みまして、落ち着きあるいはコミュニケーションが合わなかったけれども、もう大丈夫ですと。で、今日のアメリカ戦ではですね、アメリカの強い攻撃に対してブロックでどんどん戦っていきたいですと、こう話してました。あ、そうですか。まあ、荒木田さん、その新しいルール、はい、ラリーポイントシステム、意外とこう若手の方がするのが早いのかもしれませんね。そうですね、はい。まあ、ペルーに負けた時もこの中国というのはその、まあ、試合 の、 その従来のですね、サイドアウトシステムの時は15点と、はい、その中で の、 その試合の流れ、どこでタイムアウトを取ったらいいのか、その山場とかですね、中国の選手の場合非常によく分かってるわけなんですが、やはりこのラリーポイントシステムというのはちょっとその流れがつかみづらいんですよね。そうですね。さあ、その中国に、ま、挑戦するような立場になりました。現在2敗のアメリカチーム、そのアメリカのリポーターは松原アナウンサーです。松原さん。はい、アメリカチームのリスケビッチ監督なんですけれども、この中国チームに対しましては今シーズンまだ1勝もしてないそうなんですね。しかし何度か勝てる試合があったんだけれども、ただ一度勝ったといいますか、ファーム相手といいますか、メンバーを落とした今日のメンバーですね、このチームと戦った時にはいい試合をしたことがあるそうなんですよ。そういった意味でこのジャパンカップ今日の中国戦でですね、アメリカチームはまず中国このメンバーを相手に勝ちまして、そしていい流れをつかみたいと言っていましたね、はい。それからですね、アメリカチームの今非常に当たっているケイバ・フィリップ選手なんですが、この選手はもう88年のバルセロナに向けてアメリカチームのエースになる器だとはっきり言ってましたので、注目していただきたいと思います、はい。フィリップ選手は12番の選手、1m91cm です。得点6対6。アメリカが1点リードですが、おお、京都らしいですね。舞子さんがお二人観戦中ですけれどもね、綺麗ですね。そうですね、はい。さあ、そしてコート上の花、中国とアメリカ、ケルナーのスパイクはブロック、2決めですね、はい、はい。こちらも若手の中心、まあ、ベテラン勢の中に入ってもこの李月明選手は起用されてますよね、はい。でもこの選手の動き見てますと、若手の中に入ってると本当に楽しそうというかですね、思い切りやってますね。あ、本当ですね、はい。やはりお姉さんたちの中に入るとどうしてもちょっと硬くなってしまうんですね、はい。このメンバー構成の中ではこう中心的な存在ですね、はい。そうですね、自分がこのチームを引っ張っていかなくてはならないですからね、はい。ロックされています。中国つないだバットライトから12番のウータンが打ちました。トスを上げたのがソ・ケイエンです。8対8同点。この選手がフィップ選手、12番のフィップ。
今日まで5戦を終わっておりますが、アメリカは3勝2敗です。ソビエトとそして日本に敗れております。中国は初戦で、ペルーに敗れましたが、その後は順当に実力を発揮して勝っております。9対9から10対9、中国リード。フェイント、今日もこの12番のフィープス選手がどうやらこう活躍してますからね、はい、面白いですね。なかなかいいですね、そのフィップスのサーブですが、おお、ギリギリいっぱい。まあ、この選手のサーブですね、はい、何気ないサーブのように見えるんですけれども、やはりあのサーブの打点が高いんですよね。そうですよね、はい、かなり重いはずですよ、はい、これはなんとかつなぎました。マサライオンブロック、今のは3番のチョウコウでしょうか、この選手ですね。そうですね、はい、20歳、身長1メートル82センチ。マサカヤンはあの身長があんまりないですから、どちらかというとあのコース突きが得意なんですね、はい、それでやはりセンターのブロックが高い、どうしてもストレートストレートを攻めるんですが、見事に生まれましたね、はい、なんとか返しました。アメリカ移動攻撃、これはブロックにやっています。レフトから打っていきました。バックアタックですよ、はい、森下さん、はい、東出さん、中国チームのキャプテンのヨウ・シャクラン選手が今日はまあベンチで若手の試合を見つめているんですが、ね、そうですね、あの今日の中国の若手なんですがね、あのまだやはりちょっと動きが重いと。でアメリカに対してはですね、攻撃をその恐れずに、アメリカを恐れずに若い力を思い切ってぶつけてほしいと、こういうふうに言ってますね。あ、今ちらっと顔が見えました。左から2番目の選手がヨウ・シャクラン、まあ攻守の要という感じのヨウ・シャクランを下げて全く若手で来てます、はい、そうですね、これは驚きました。帰った、一人トリックジャンプに飛んで、最後は12番のウータンが決めました。先ほどバルセロナという発射けれども、おそらくこの顔ぶれがバルセロナの中心になってきそうな感じですよね、中国はね、はい、そしてこのアメリカもですね、この若手の1メーター90センチ台ですね、この選手あたりがバルセロナでは大活躍するんじゃないですか、はい、まあ、でも日本でも負けてませんよ、日本の大林選手、若手がどん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 育ってますからね、はい、そういう意味ではもう将来のバレー界のエースたちをこう見てるような感じがします。スライダーアメリカ13対13、バックアタックブロック、また3番の張高が決めました。まあ、中国にはかつてあの梁燕という素晴らしい選手がいましたけれども、はい、その後の後ぐらいでしょうかね、この張高選手も ね、期待されている選手です。リングスメイケムナーブロック、またリーゲスメイ選手ですね、はい、大活躍のリーゲスメイです。15対13となったところで、アメリカのリスケビッチ監督作戦タイムです。GP1 が全ての車の走りを変えた。ワンクラスアップの GP パワー、空で鳴らしたパワーガソリン、100億単位アルキレートガス、強積シエット GP1、 もう誰も追いつけない。最新鋭の翼を導入しているシンガポール航空は2025の超音速旅客機の開発に今から注目しています。東京ロサンゼルスをわずか1時間足らずで結んでしまいます。あなたがレアのローストビーフをお好みだといいのですが、優しいおもてなしのシンガポール航空。
れた性能と居住性。今高級セダン BMW520i に 5% 特別ローン実施中。期間は12月末まで。この機会に最寄りの BMW 正規代理店へ。若手が伸び伸びとしたプレーをしておりまして、得点17対16、中国1点リード。ブータンのサーブ、テムダーが上げる。アタヤンです。クロスに決めました。14番は王内光。フロアサーブカットが乱れました。2番のリ・コック君が打ちました。まあ、あの点数から見てみますと17対18、はい、そんなに差はないんですけれども、はい、こうして見てみますと中国の若手の選手はですね、力いっぱい戦ってるんですが、アメリカの方はちょっとなんか動きがまだ鈍いですね。まあ、高さそれからパワーということでは引けを取らないアメリカなんですけれどもね、はい、やはりあの中国のリー監督の作戦の一つだと思うんですけれども、あのアメリカとしてはまた、今日はその中国と対戦するということでかなり作戦を立ててですね、それでこのエンドラインに並んだと思うんですけれども、はい、そうしてみたら今度中国はあのお姉さんチームではなく若手が出てきたということで、ちょっとそこであの抜けてしまったんじゃないでしょうかね。なるほど、はい、気が抜けた部分とそれからちょっとびっくりした部分があるでしょうね、やっぱりね。しかしその若手中国チームが頑張ってます。こちら今映ったのは33歳になりますベテランのケッセル選手。森下さん、はい、松原さん、そのケッセル選手につきましてね、アメリカのリスケビッチ監督なんですがね、はい、とにかくこの周りの若い選手を育てる役割をしてほしいと言っているわけですね。確かに7年間ブランクはあったんですけど、彼女のキャリアを買ってこの若いメンバーをソウル、そしてその先のバルセロナまで使えるような選手一人前にしてほしいというのはこのリスケビッチ監督の願いのようですね。あ、まあ、アメリカチームの場合は完全にロサンゼルスオリンピックが終わってからメンバーガラッと変えました、はい、そしてこのメンバーがソウルへのこう中心的な存在になるわけですよね。そうですね、あのロサンゼルスオリンピックが終わった後にほとんどの選手が引退しまして、そしてあのとにかく原石というか体だけはしっかりしてるけどプレーはまだまだという選手を集めてきまして、はい、その時はやはりこのチームを強くするにはあと1人セッターが必要だと、はい、それはやはりどこ あのチームの監督も思ったんだと思うんですけれども、そこでやはりあのリスケビッチ監督この選手キャリアのある選手連れてきましたね。10番のケッセルですね、はい、おーこれは繋がってました。押し合い、あ、タッチネットがありました。ケムナーにタッチネット。森下さん、はい、東出さん、先ほどまでベンチで見ていた中国の主力選手ベテラン選手なんですがね、はい、ようやくアップゾーンの方に動きましたね。本当ですね、徐々に体を 動かし始めました。でリー監督もですねチラッチラッと時々そういうベテラン選手たちの方を見てます。あ、そうですね、そろそろあの全員変える必要ないですけれども、はい、そのキーと鍵となる選手をですね、ところどころで変えていかないとこれからがその25点からその山場に立ちかかるわけですからね。そうですね、はい、14番の王内光のブロックはアウト。21対22、8点差に迫っています。オーバーネットです。同点22対22。まあ、中国の場合は今日はそういう意味では少し余裕を見せた感じなんですけれども、はい、まあ、そうすると今頃照準は李洋泉監督最終日のですね日本戦というところに来ているかもしれませんね。そうですね、はい、今日はその24、5歳のですね、はい、お姉さんチームを休めて、ゆっくり休養させておいて明日 その日本戦ですね、はい、しかしここで23対22アメリカの方が1点リードしました。中国側1回目の作戦タイムです。お月さま、今日からピンポンパンツに変えますよ。漏れないからママも安心ですよ。ピンポンパンツ E は大きな吸収力やウエストガードがおしっこを逃がしません。またはぶれない、動きやすいなど赤ちゃんのためのクッキーいっぱいです。ママ1日4枚150円でお釣りがきます。ピンポンパンツ E、 ぐーんとお安く新発売。
生き延び延び、無事が何より元気が一番。損害保険考えとかなくちゃ。いつも笑顔でいたいから、暮らしを支える損害保険をしっかり見直しましょう。ブックレット知っとく納得差し上げます。ダイヤモンドが覚えていた二人のあの日。ドリーミーなエキサイティングなモーターボートは未来に向かって発進中。あなたの未来待ってます。今男女モーターボート選手募集中。これはホールディングを取られました。かなり今回はホールディングに対して厳しい判定が下されておりまして、今のはホールディング、得点24対25、アメリカ1点リード。レフトからヒット、ストレートに打ち抜きました。さあラリーポイントシステムで30点を先に取った方が勝ちなんですけれども、最後29点から30点目というのは従来通りサーブ権がないと得点になりません。終盤に入ってきておりますが、これはアウト。この1本のミスがですね、痛いんですよね。そうですね、はい、今回あの大会見てまして、やはりこの25点次のですね、そのミスが出た方が負けてるんですよね。しかし中国の方にも今ミスがありましたよ。サービスミスです。これも1点。コリンズのサーブ、移動攻撃でフェイント、メンバーチェンジ。そうですね、ゲンメイが下がって、はい、テイビシュが上がる、上がりましたか。やはりあのテービスの方がキャリアもあるし、はい、それにレシーブがですね、そのリゲツメに比べてもう非常にいいですからね、はい、そのテービスのサーブです。速攻できた。リコッツ君、若手の中では今一番レギュラーに近い存在と言っていいかもしれません。この2番のリコッツ君、このジャパンカップずっとご覧の方はご存知だと思うんですが、かなりこうベテラン勢の中入って起用されてますよね、はい、そうですね、それもあのピンチの時に起用されてるんですよね、それで2、3本スパイク決めるんですよ、はい、もう1回リコッツ、かなりパワフルな重いスパイクを打ちます、はい、リコッツ君のスパイクが決まって力がありますね、はい、1点中国が逆転したところでアメリカが作戦タイムを取りました。アメリカチームはリスケビッチ監督39歳、この監督もオリンピックが終わってから次のソウルを狙う監督として起用されてきましたね。そうですね、もうとにかくあのロサンゼルスオリンピックが終わった後というのはその監督以下あのアメリカチームは全員が変わりましたからね、はい、しかし荒木田さん、4年間で全くこれをこうオリンピックでメダル取るところまで果たして育てられるものなのかどうかという気がするんですけれども、ね、やはりそこはあの監督の手腕だと思いますけれども、やはり選手のですね、はい、そのまあ、初めてナショナルチームに入った時というのは、まあ、体もできていないしですね、特にこの7番のケムナー選手のあたりは本当にもうコロコロ太ってたんですよね、力だけっていう選手だったんですが、本当にいい選手になりましたね。そうですね。さあマサカヤのスパイクつなげない、アメリカ同点です。28対28、この選手がケムナー、アメリカの世界に誇るエーススパイカー、ケムナー、リコックンのスパイクです。3番の長宗が向こう側移動攻撃を見せると見せかけてレフトからリコックン、セットポイントを握りました。中国2で返した、つない、ああ惜しい、
よくカバーしたんですけれどもね、はい、7番セッターを務める宋慶炎、得点29対29、ジュースになりましたので、ここからはサーブ権がないと得点にはなりません。相手を2点引き離しますとこのセットを取るわけですが、まず30点目はアメリカが先に取りました。セットポイントを握っています。アメリカスライダーチャンス、ケッセルが上げる、ケムナーのスパイク取れない。アメリカが中国から1セットをものにしました。若手チームで臨みました中国なんですけれども、第1セットを落としました。第1セットはジュースに入って31対29でアメリカが取っています。優れた性能と居住性、今高級セダン BMW520i に 5% 特別ローン実施中。期間は12月末まで。この機会に最寄りの BMW 正規代理店へ。GP1 が全ての車の走りを変えた。ワンクラスアップの GP パワー、空で鳴らしたパワーガス、100億単アルキレートガス、強積シエスト GP1、 もう誰も追いつけない。あなたを素直に好きだと言いたいとき、誰かの微笑み、私の暮らしは世界色。感謝の命が芽生える時、輸入品は私たちの暮らしを広げます。待っていた人に嬉しい薄型、バックストッパーで後ろ漏れしません。安心のビオロン型、資生堂ミューナイト新発売。私の夜はミューナイト。ここまでは共同石油 BMW 株式会社、資生堂マックホームズとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。第1セットはジュースの末にアメリカが取りました。まあ、アメリカとしては若手で臨んできた中国に対して最初はびっくりして、その後は何くそっていう感じの ね、反発心が起きたのかもしれませんね。はい、にあの前半あのケムナーが当たらなかったんですけどね、はい、後半はあの爆弾スパイクですか、本当にしかもジュースになってからサブ権を、ね、持ってる時の得点早かったですね、はい、右側がアメリカ、左側が中国。中国の方は依然若手で臨んでおります。まあ、1セット目はですね、あの中国の方は、最後までこの若手で行きましたけれども、はい、2セット目はそうですね、例えば、アメリカにリードされた場合、はい、1点前に選手を今度どん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 入れてくると思いますよ。はい、第1セットはジュースの末にアメリカが取って、そして第2セットが始まりました。このスパイクはワンタッチありました。まずは中国が1点を取ります。12番のウーさんのサーブ、トリンズ選手がちょっとちょうど靴の紐を結び直しているんですが、あの左足の、ね、サポーターといいますか、ギプスのようですね。ギプスのようですね、痛々しいですね、はい、
ですからこの選手はバックに回ってもほとんどレシーブ練習ですね、レシーブに参加しないんですよ。あ、なるほど、はい、次はのプレーで期待されて指揮を取ると、はい、12番長身のフィフスのスパイクです。アメリカ2対1。狙いは良かったんですけどもね、はい、まあ、アメリカの場合いろんなデータがここまで試合を終了したところで出てるんですけれども、サーブのポイントでは一番多いんですけれどもミスも多いんですよね、はい、ですからアメリカが時々負けるというのはですね、このラリーポイントシステムの場合、はい、もうサーブポイントでもちろん大切なんですけれどもミスをしないということ、はい、でそういった意味で、まあ、アメリカはサーブポイントもあればミスの数もそれ以上にあると、はい、今その典型的な例が出ましたけれどもね、今サービスエース、はい、ここでポイントしたらば次は入れとかなくてはいけないんですよね。よく入れました。リコッコンブロック、まさかやんですね。はい、はい、森下さん、はい、東出さん、今日の中国の若手なんですがね、はい、本来力があると、で今日はねまだ出してないと言ってますね、ですからもう少しこのままで続けていきたいと。あ、そうですか、ベンチではそう言ってます。まだ続けるということらしいんですが、5対3、アメリカが2点リード。ケムナー、ケッセル、マサガヤのスパイク、クロスにリゲスメのところへ狙い打っていきました、マサガヤ。森下さん、はい、松原さん、アメリカ側の第1セットの成績なんですがね、この今打ちましたマサカヤンと、そして12番のフィップスがですね、はい、およそ 50% の決定率なんですね。逆に今日はケムナーがちょっと当たりが出てませんで 30% 台と、いつもずっと逆の展開になってますね。そうですね、まあ、確かにケムナー当たってませんけれども、その当たった場所ですね、1セット目の後半、それが大切でしたから、まあ 30% 台でもしょうがないですね。いいところで進みましたか、はい、いいところでもう大活躍しましたから、はい、4番キャプテンのオーデンが決めました。得点7対1。さあケンダー、ライトからケンダーのスパイク、アメリカとしましても今までのところ2敗は切ってますけれども、まだメダル争い望みをつないでますからね、はい、まだまだありますからね、はい、ここまで5戦が終了しまして、ペルーが全勝、その後1敗に日本、中国がおります。そしてソビエト、アメリカ、この辺りが2敗勢。今日日本はソビエトと対戦、アメリカは今日この試合に中国を破って、そして明日ペルーに勝つということになりますと、一気にまたメダル争いの上位争いに加わってきます。コリンズのスパイク、ランナーつながりました。ここで中国側の方に作戦タイムがありました。第2セット中国が1回目の作戦タイムを取りました。对不对？发球还想把它实现了，攻击加一球，发球发不出来，这个太难了。对，不要依赖，后排不要依赖前排，拦网积极一点，打不最后看拦在你在轻队上。对，因为轻队在急，一乱判断不要乱。いいですね。誰か監督に言われてこう、うんうんと頷いてました。はい、おそらくブロックのアドバイスだと思うんですね。ああ、やはりセンターブロッカーですからね、はい、そしてもアメリカのサーブレシーブが、それからチャンスボールがきれいにセッターに入った時の攻撃は早いですからね、はい、それに振られないように遅れてもちゃんと飛ぶ、そういうアドバイスだと思います。1対5とアメリカがリード。1対6になりました。この大会どうも中国が最初元気ないなというような感じがしましてね、はい、攻撃などデータを見てみましてもそれほどいい成績を残しておりませんが、さすがにブロック部門ではかなりいいですよね。第1位に入ってますね。そうですね、やはり選手6人がですねキャリアがありますから、はい、
その速攻にでもそれに6人の動きが速いし速攻に十分ついていけるんですよね、はい。まあ、中国選手の中では楊行君という選手が、ブロック部門での第2位に入っているんですが、この後の中国選手では15番の李月明が、第6位に入っています。得点が11対8、アメリカが現在3点リードです。依然若手で臨んでいる中国。第2セットもアメリカがリードを広げています。得点が12対8、そしてまた1点リードを広げましたアメリカです。13対8。まだしかし中国の李陽仙監督は動きません、はい。その辺まで頑張るつもりなんですかね、はい。完全な若手チーム、まあ、おそらくソウルの次バルセロナを狙おうというメンバーできました。また1点加えます。さあアメリカが良くなってきましたよ、はい、14対8。まあ、高さがあってパワーがある、はい、そして波に乗ったらもうアメリカって一番怖いチームですから ね、 ですから中国の李監督そろそろこの辺であの、はい、アタッカーをですね変えとかないといけないですね、はい。まだベテランセッターの楊錫蘭もジャージを着たままベンチに腰を下ろしておりますが、他の選手はどうもウォームアップゾーンに来ているようです。ケッペル、センターがコリンズ、波に乗ってきていますアメリカ。15対9。この彼女のヘアスタイルなんか見てますと本当におしゃれな選手ですね。あ、本当ですね、はい。サービスエースが出ました。このコリンズのサーブ非常にいいようですね。先ほども決めました、はい。まあ、サービス部門では個人的には10番のケッセル選手が今ランクトップにいるんですけれども、今のようにですね、はい、あの1本ポイントしても次のサーブを、ね、ミスしてしまうと自分のポイントが何もなくなってしまうんですよね。そういうことですよね。サーブのミスも今まででしたら、まあ、サーブ権が移動するだけだったんですけれども、このラリーポイントシステムでは相手側の得点になります。ケンナー、ケッセル、レフトからマサカヤン、ブロック前ブロックだ、はい。セッターのソ・ケイエンがブロックしました、はい。お、楊錫蘭もジャージ脱ぎましたね。そろそろ出てきますね、はい。6番の選手が、はい、キャプテン楊錫蘭、スライダーアメリカ、ライトからピップスに打たせていきました。強攻です。フェイント、スライダー、マサカヤンのスパイク、これはクロスに決まりました。王内光、19歳の選手です。16対12、アメリカ4点リード。フィップスに打たせます。このフィップスもまだ18歳。お、中国側メンバーチェンジです。んー、このメンバーチェンジはちょっと残念ですね。あー、と言いますと、あの2番の李国軍がですね今のところ非常によく当たってるんですね。このまま頑張ってもらいたかったですね、はい。レギュラーの メンバーの中にも最近起用されております李国軍を下げて4番のコーチを起用しました。18対12。ネットスレスレを狙ってきたんですがこれはアウトです。確かに今のようにですね身長のある選手があのネットスレスレのサーブ打ちますよね、はい。非常に効果的なんですけれどやはりミスが出るというのは相手に引き上げることですからね。サービスエース7番ソケイエン、ここでアメリカチームの方が作戦タイムです。もう嫌、ホールズで喉をシャワーしてごらん。どうぞ、キリというわけで、お餅に助けてもらったおばあさんはそのお餅を食べてしまいました。サザンのキリつきたてシングルパック幸せ幸せ
で飲むお酒が美味しい人は幸せもんです。大関のも飲も。Well, he cares about the company. That's what he cares about. You care about your bonus. それでも人を信じている。新しい信頼の形、富士カード。 My main card. ゴルフの次はキッチンにしてと、にっこりされました。フルセットでお求めやすいシステムキッチン、トートーザキッチンレガセス。粒のコーンがたっぷり、ウイリのスープは具がグッドだからザグー。お待ちかね、ポッカのスープザグー新発売。私の肌と私の肌は違います。私のセルフと私のセルフは違います。一人一人の資生堂セルフ新発売。肌の価値が違ってきます。いいイリコ、ニコニコ、イリコだし。いいイリコ、ニコニコ、イリコだし。ニコニコですな。ニコニコですな。ポンだし、イリコだし。味の素。第1セット、ジュースの末アメリカが取って、そして第2セットもアメリカ4点リードです。あ、また一つのアメリカの特徴が出ましたね、今ね。ダメですね。こうしてあのここで波に乗るんだっていう時にこういうちょっとしたミスですね、はい、これでまた波に乗り切れなくなってしまうんですね。アメリカ側のメンバーチェンジで4番のオーデンに代わりまして8番のウェッズ選手が入ります。しかしアメリカの場合はですね、先ほどもお話したんですけれども、ロサンゼルスオリンピックが終わってからガラッとメンバーを変えて次のオリンピックに臨むという方針ですよね、はい、一方の中国の方は一人一人こう変えていっていつの間にかこうメンバーが変わってきているという感じですよね。そうですね、対照的ですね。去年までは非常によくそれが中国の場合成功したんですね、はい、ロサンゼルスオリンピックが終わってローヘンが抜けて、はい、そしてその後に今コートに入っています攻撃手が入って、はい、でまた世界一になり、そして昨年の、世界選手権で今度は梁炎が抜けて、はい、その後にこの李傑明選手が入ってるんですけれども、これがまだまだ力が足りないですね、はい、6点差になったところで中国に作戦タイムです。この大会優勝は間違いなしと言われていた中国がまずペルーにフルセットの末敗れました。大きな番狂わせがまずこのジャパンカップの初戦でありました。しかしその後は順当に勝ち星を重ねておりますこの中国。しかしアメリカが今日は頑張っています、まあ、中国チームが若手で臨んでいるということもあるんですけども、アメリカの動きもかなり今日はいいんじゃないですか、はい、そうですね、23対18。もしまたこのセット中国が落とすようなことになりますと、かなり苦しくなりますからね。そうですね、やはりバレーボールというのはリズムですからね、リズムその流れですからね、例えばこの試合このセットを中国が落として、はい、第3セットにその、まあ、スタメンでやってきた場合でもですね、リズムが完全にアメリカに行ってる場合はもう3セット目を中国が取るというのは非常に難しいですよ。いかにベテランチームとはいえね、はい、リゲスメーカー、いやレフトから4番のコウ・ギョクシュ。もう一回コウ・ギョクシュ、また行った。リコックンに代わってコートに入った4番のコウ・ギョクシュがレフトから決めまして4点差、24対20。森下さん、はい、東出さん、中国ベンチはベテラン選手が続々と今ベンチに集まってきましてね、セッターの楊錫欄、それから競泳、テイビスト、はい、もういつでも出られる状態です。なるほど、この今ベンチにいる選手がですね、はい、全員がこのメンバーチェンジするという可能性もありますね。ああそうですか、はい、ああ25点目がアメリカに入りましたがベンチはまだ動きません。
森下さん、はい、松原さん、一方のアメリカベンチなんですけどもね、もうこのまま行け、このまま行けという感じですあの控えにいるベンチのメンバーがですね、非常に盛り上がってまして、はい、もうウォーミングアップをするよりももうとにかく今コート上にいる選手を応援してますよ。ああ、そうですか。先ほどと同じようにまた李月明とそして11番のテイビシュが入れ替わりました。テイビシュのサーブ、この選手はもう82年の世界選手権からオリンピック、ワールドカップ、そして去年の世界選手権、キャリア十分。はい、4番高玉州、まあ、このメンバーの中ではこの4番の高玉州、それから11番のテイビシュ、2人がいわゆる三大大会を勝ち抜いているメンバーです。2点差に詰め寄っています中国です。もう1回攻撃す1点差来ましたね。そろそろね、そろそろですね、はい、それに中国の李監督は強気ですね。強気ですね、はい、今あの李月明選手がベンチに戻りましたけれども、はい、その変わった選手がテイビシュと言いますと、テイビシュが例えばフォワードに来てもフォワードセンターやりませんから、そうするとまた李月明が出てくるわけですね、ということはそのスタメンに戻るということはまあないという考えられますね。26対24、アメリカの方がメンバーチェンジ、8番のウェブに代わりましてオーデンが再び入ります。ここ移動攻撃、3番の張高、ここで競泳が入りました。アメリカの方がまず先ですね。アメリカはロックがようやく登場します。同じようなメンバーチェンジですね、はいはい、そして競泳が入りました。中国、アメリカで今入ったロック、それから中国の競泳ともに、ま、攻撃の中心になってくる選手なんですが、この2人をアメリカ、中国ともに入れてきました。なんとかこの試合を逆転しようという中国と、このセットもものにしようというアメリカですね。やはりベテランですね。同点、リスケビッチ監督が2度目の作戦タイムを取りました。片やアメリカの方には和製、いや女性版のカーチキライと言われているロック選手が入ってきました。特にこのロック選手がですね、そのデビューした頃ロサンゼルスオリンピックの次の年ですね、はい、その選手を私初めて見たのはハンガリーなんですけれども、とにかくこの9メーター四方の自分たちのコート、隅から隅までボールが上がっているところに彼女がいるという、どこにでも一人で走っていってはレシーブという本当に素晴らしい選手なんですけれども、やはりこのアメリカというのはですね、大型選手、このリスケビッチのですね、構想はやはり大型チームだと思うんですね。その中でこの彼女がそのレギュラーのポジションを取るというのは本当に大変なことですね。2メートル73センチですからね、はい、まあ、しかし監督に言わせますと、この、ロック選手が入っただけで非常にチームがこうエキサイティングな雰囲気になるというふうに話してました、ね。まあ、この大会 の、 あの最初の方は彼女レギュラーだったんですよ、はい、競泳のスパイクをつないだアメリカ、ワンタッチがない、ワンタッチありません。27対27、第2セットは全く並びました。27対27、12番のフィップスが決めて28点目を先に取りました。アメリカ、レフトから競泳に打たす、ブロックです、つなげるか、ダメです。そうですね、ここから見てもちょっとホイッスルが早かったんじゃないかなと思って、はい、はい、そうですよね、はい、選手が追っかけたんですが、まだボールはアメリカ側だったんですよね。イゲスメをコートに戻します。中国、今ちょっとリスケビッチ監督がレフェリーに対してク、レームをつけましたが認められません。28対28からアメリカが29点目を先に取りました。ロックに代わってコリンス、アメリカはチャンスですよ、はい、キムダンがフォワードにいます。
ケムナーがいて、そしてコリンズもいます。セットポイントアメリカ。どうする、移動攻撃。8番の競泳、大事なところではやっぱりこの人を使ってきました。ノーマークですね、はい、ジュースに入ります。第2セットもジュース。あ、今競泳がサーブを打っていったんですが、ちょっと靴の紐を結んでおりました。7番のソテイヤ、サーブレシーブ乱れた。ケッセルが返す。中国チャンス、これが決まった。ウーさんがライトから決めました。今のサーブレシーブのミスを得たいですね、はい、30対29、逆にセットポイントを掴んだ中国。競泳の足の長いサーブ、レフトからケムナーボック、もう一回ケムナーに行った。フェイント、ちょっと抜いたような感じで打っていきましたね、はい、29対30。今のはサーブ権が移動しただけ。あ、痛い、これは痛い、はい、ジュースに入っておりまして、従来通りのサイドアウト制でここからは試合が行われます。2度目のセットポイント、ミスが両チームに出ました。やはりアメリカのですね、サーブレシーブ そのフォーメーションをよく見てまして、中国の選手、はい、足の長いサーブって来てますね。ちょっと落ちました。フラグどうする、マサカヤンです。これも拾っています中国。またレフトから高玉子、今度はストレートを持っていった。マサカヤンフェイント、入ります。レフトチーム、今度はバックトス、ピック、30対30。さあここはあと自分たちのミスを出さないことですね。そうですね、はい、高玉子ブロック、12番のピック、これは大変なことになってきました。ジュースに入って31対30、今度はアメリカセットポイント、ミスが許されません。もう一回攻撃、やはりこの辺はね、キャリアが物を言いますね、もうここへ来てずっとセッターやってます。時計園がレフトレフトと回してますね、はい、やはりこの場になって頼りにできるのはこの4番の攻撃手、これ一人ですからね、はい、リゲッツのサーブ、ナイスコンビ、ケッセル、そして最後はコリンズ、サーブがいいコリンズです。セットポイント、あ、惜しい、惜しい、あ、惜しい、まあ一か八かというところも今の場面ではあったんでしょうけれどもね、やはり今では一か八かというよりも丁寧に返した方がいいんですよね。あ、そうですかね、はい、オーデンが決めます。アメリカは連鎖サーブミスの連鎖反応が起きないように、はい、移動攻撃です。スライダー、押し合い、さあアメリカチャンス、マサカヤンです。競泳が打つ、おー、これもスライダー、シュール返した。最後はベテラン33歳のケッセルがうまいプレー見せましたね。さすがベテランですね、はい、中国は思わぬ深く2セット連取されました。アメリカがこれでセットカウント2対0とリードを広げました。空気が湿ると重くなる、乾いているとパサつく。新しいアクアミンは水分コントロールがさらに長続き、乾きや湿気から髪を守ります。アクアミン、ライオンから。あ、部長、出張ですか、うん、どちらへ。ちょっと北極へ。え、うん、お持ちですよね。マッチ、咳、喉のイライラに下流のクララ N。 あの時確か3枚とおっしゃってましたね。はい、3枚でした。よし、3枚だ、はい、3枚入ったノリが決めて、明星チャルメラノリラ新発売。
父ちゃん、俺。どうした、男らしく言ってみろ。父ちゃんのこと、ダディって呼んでいいかな。ビヨーン。気軽にかけよう、001。若い心のカードです。トータルクレジット、ライフ。It's my life. I love my partner, she's gained. 大好きなパートナーに、ゲインズです。今、二人のとっておきプレゼント実施中。いいんですよ。ちょうどいい暖かさに。灯油の量も見えるし、いつも快適。三菱の温感ファンヒーター。ピーナッツ入りチョコレートバースニッカーズ新発売。スニッカーズはピーナッツ、クリーム、ミルクチョコレートがたっぷり。だからお腹が空いたらスニッカーズ。ピーナッツぎっしり確かな満足、スニッカーズ。2で返した。アメリカがまた1点加えまして7点差、変わりません。26対19。アメリカがしかしほとんどこれはもう中国ベストメンバーに近い状態なんですけれども、はい、なかなか追いつかせませんね。そうですね、あの11番のテービスのところに今ウータンが入ってますけれども、はい、このウータンというのは来年 そのソウルオリンピックの後はエースですから、エースというか、はい、あのスタメンに入りますからね、ベストメンバーですね。2列目に代わってテービッシュ、12番の従ってウータン選手以外は完全な今の世界の頂点に立つ中国のメンバーなんですが、はい、それでもアメリカがまだリード。あーこれもミス。どうしたんでしょうか。やはりこの辺はですね、難しいんですよ ね。この、セットが終わりに近づいてきているところで、はい、そのピンチサーバーとして利用されるその気持ちですね。しかももうこのセットもし負けましたら後がないわけですからね、はい。李洋泉監督も今冷や汗ものじゃないでしょうか。27対21。こちらはリスケビッチ監督、あー気が気じゃないという感じの李洋泉監督です。取れない。さあ28点まで来ましたよ。ここで勝負が終わると思うとまたそれがですね、この魔の29点というのがありますからね、はいはい、あーっとサービスエース29点、マッチポイント、アメリカマッチポイント。さあここはミスをしないで軽く入れていく、はい、中国はもうミスが許されません。レフトから競泳、ああちょっとホッと一息かもしれません。ただここから、はい、あのアメリカとしては自分たちでサーブ権を持っていないと点数になりませんから、そうですね、はい、かえってそれがプレッシャーになってしまうんですよ、はい、中国は粘ってます。レフトからもう一回強烈ストレートを打ち決まった。さあ追い上げ体勢の中国23点。ヨウ・シャキランのサーブ、キムナーに打たせる、ブロックはアウト。メンバーチェンジ、ウェブに代わって9番のコリンズが入りました。2度マッチポイント。さあここは強烈を使ってきますね。オーデンのサーブです。セッターから速攻、10番のヨウ・ギョウ君24点目。テイ・ビシュに代わってもう一度リゲツメイがコートに入ります。しかしもう一つもミスが許されないっていうのは、はい、中国にとっても苦しいですよね。そうですね、一つの救いは相手のサーブ権がないと相手はマッチポイントから30点目が入りません。したがって今のラリーではアメリカが勝ったんですけれども30点目は入りません。ここからはサーブ権がないとダメなんですが、さあマッチポイントです。アメリカ強烈、見送った、はい、サクサクと点数を加えていく中国4点差。まずはしかしジュースに持ち込みたいですね、はい、中国はね、ジュースに持ち込んでいけばあとは追い込んできたチームが強くなるんですよね。逆にね、はい、ブロック、2列目のブロック26点目。
ちょっと分かりませんよ。分からなくなってきましたね、はい、今度はどうしますか。ちょっとサーブカット乱れている。ピップスが打てるかな。打った今のはマカガが打てたんですか。はい、そうです。あー、2点差になったところでアメリカリスケビッチ監督作戦タイム。逃げるアメリカ、追いかける中国という感じで、はい、こうハラハラする感じの試合になりましたね。あと 2点ですけれども、この中国が今追い上げてますからね、乗ってきてます、はい、そうしますとアメリカとしてはもっともっとこのプレッシャー、自分たちであと1点なんだなっていうプレッシャーがかかるんですよね、しかしこのヨウ・シャクランがサーブを打っている間になんとか同点に追いつきたいですよね。そうですね。マッチポイントで、まあサービスエースなどが一つありますと、もうこれで勝負ありということになりますからね、はい、そして今中国はですね、フォワードに、はい、攻撃手、そして李月明とウータンとですね、はい、アタッカーとしては非常に今日当たってる選手3人が揃ってますね、はい、サーバーは8番の京栄でした。スライダー、まだアイエブからボールが入ってます。レッサー大きくてヒップ、ボールを取った。さあ中国チャンス、あーとすら大きい、タッチウッド、いやー、若いフィップスに大事なところで痛いミス。いや、気持ち分かりますね、今の決めたらもうね、またポイントですから。かなりこう場内も興奮してきました。28対29、このままジュースに持ち込めるか。競泳のサーブ、マサカヤン、ケッセル、そしてケムナー取っています。レフトに振った、ブロックは入った、入りましたか、はい、ブロック入った。ケムナーですね。さあサーブ権を取ったアメリカです。マッチポイント、4回目のマッチポイント、どうする。ライトからウータン、ブロックアウト、しぶとい。今のブロックが決まっていれば1対0、アメリカストレート勝ちというところだったんですが、29対29のジュースになりました。さあ中国側の応援団が大きな声を送ってます。29対29ジュース、マサカヤンです。スライダー、レフトから、これジャック決めた。やはりこの辺はベテランの中ですね、はい、逆にセットポイントを奪いました中国。中国セットポイントです。これを決めればというところなんですが、ブロックされてます。もう一回攻撃中、つなぐアメリカ、ケッセルからレフトへ振った、マサカヤンブロック、最後は李月明。追いついてからは早かった中国、この第3セットもジュースになりましたが、31対29、危ないところでなんとか中国が逃れまして、第3セットは中国が取りました。これでセットカウントは2対1、アメリカがしかし2対1とリードしています。世界のグルメに選ばれた最高級パスタ、ブイトーニ。The taste of Italy. ブイトーニ、パスタで味わう最高のイタリア。あったかい気持ちを形にすれば、やっぱりきっとこうなるね。気持ちの形、贈ります。マルダイギフトセット。粒のコーンがたっぷり、ウイリのスープ。具がグッドだから、ザ・グー。お待ちかね、ポッカのスープ、ザ・グー。新発売。妻は、夫は、死体。不潔なのはお前だよ。自分じゃないの。それでも別れぬ理由とは。チーズ。あなたならどうします。今コンタクト総合感冒薬なんだ。ビタミン C も入ってるんだよ。ビタミン C も入ってるの。ビタミン C の風邪薬、コンタクト総合感冒薬。優しいんですよ、ちょうどいい暖かさに、そういうの量も見えるし、いつも快適。三菱の温感ファンヒーター、ダンパ。美味しさに感じやすい人へ、レギュラーコーヒーに車トップ。
いつも元気です。美容競争に田辺のアスパラエース、いいですね、元気。セットカウント2対1でアメリカがリードしています。これから第4セットに入ります。第3セットは柏木田さん、はい、アメリカがマッチポイントを握った時には中国はまだ22点だったんですよ。そうなんですね、このままアメリカが逃げ切るんじゃないかと思ったんですが、なんかこのラリーポイントシステムというのは29点から試合が始まると言っても言い過ぎじゃないみたいですね。そんな感じだったんですが、はい、しかしベストメンバーで本気を出した時の中国はどんなに強いかっていうのを見せてくれましたね、はい、セットはね、第3セット。さあいよいよアメリカ勢とぶつかってセットカウント2対1、ワンセットを取りました中国、追い上げ開始。若手李克君は入っていますけれども、もうすでにキャプテンの楊錫蘭がこの6人のセッターを務めまして、かなり落ち着いてきた感じのある中国。この選手が李月明です。これはアウト。さあこのセットの頭からちょっとアメリカの方は自分たちのミスが目立ち始めましたね、はい、逆に先ほど第3セットをものすごい強さで追い上げた中国が、ここは完膚なきまでにアメリカチームから得点を奪い取るか。森下さん、はい、松原さん、アメリカベンチなんですがね、このインターバルの間もう普段通りの普段通りにやればいいんだ、それで流れは別に向こうに行ってるかもしれないけど普段通りのゲーム展開をしていれば必ずこっちへ取り戻せるんだからと、そういうことを強調していたようですね、はい、そしてこの第4セットが始まってすぐにですね、6番のラディンス選手、それから8番のウェブ選手にもうスタンバイの声が早くもかかってます。はい、はい、そうでしょうね、第3セット22対29度でリードしてて、それを逆転負け、はい、選手にしてみればものすごいショックが大きいんですよ ね、はい、逆に中国はあの苦しいセットを取ったことによって俄然こう優位に立ってきましたね。はい、もう完全に中国のペースになりますよね、はい、1セット2セットアメリカが連取、第3セットも29対22というマッチポイントだったんですが、ここから中国が追い上げました。セットカウントは2対1、これは打っていきました、ケッセルが打っていきました。33歳セッターのケッセル、あーこれもいいサーブ。シュールで返る、同点5対5。やはり若手が今ちょっと浮き足立ってますからね、このケッセル選手、はい、自分から勝負出ましたね、はい、上げています。アメリカチャンス、センターからオーデンです。キャプテン森下さん、はい、東出さん、このセットが始まる前の中国ベンチの指示なんですがね、はい、まだレシーブがねどうも正確でないと、ですからレシーブをしっかり振るようにと、それからブロックをですねもっと思い切って取れと、はい、こういう指示を出してますね。またツーで返してきたケッセル、強烈、ラリーが続きます。ケッセルが上げて、最後はキャプテンのオーデン。今のスパイクでもねそんなにジャンプしてないんですよ ね、 そうでしたね、ちょっとタイミングがあってポンポンと動いてるだけなんですね、はい、これで、はい、それでもあれだけの強打ですからね。 1m88cm のオーデン、1m73cm、 この選手はマサカヤン。アメリカリードしました、7対6、目まぐるしく得点が加わっていきます。まあ、リスケビッチ監督もセット間の指示で言ったそうですけれども、自分たちのペースで自分たちの力を出せば、
勝てない相手じゃないと。そうですね。いう感じ、得点がそれを表してますね。やはりあのアメリカとしては自分たちの特徴、高さとそれからパワー、それが出てこない限りこのセット取れないですね。今日へちょっと離れてます。アウト。このメンバーでも4点アメリカがリードを奪いまして、李奥前監督が1回目の作戦タイム。もちろんアメリカとしてはこのジャパンカップもそうなんですけれども、最終的には来年のソウルオリンピックで中国を叩こうと、そうですね、そこまで力をつけようという考えなんですが、はい、世界的にそのバレーボール選手というのは1メーター90代80センチでバレーの選手だったらまあ小さい小型の選手と言われるようになってきましたね。その中でこのアメリカチームが勝ち抜くためにはやはりパワー、力という意味でこのレシキビッチ監督はもうボールを使った練習以外にかなり他の練習も取り入れてやってるようですね。はい、10対6、アメリカ4点リードです。中国はこれは返すだけになるかな。打っていった。ケムラーが上げてコリンズのスパイク。第3セットはものすごい逆転劇を見せた中国、いよいよ本領発揮という感じがしたんですけれども、このセットもしかしアメリカの方がリードを広げてます。後衛アメリカが返す。最後はリネスネを押し込んだ。1m88cmあります。リゲスメ今あのリスケビッチカップ抗議してましたけれども、はい、あの中国のセッターがですね、バックプレーヤーがジャンプしたとしたようだったんですけれども、あの監督に主審に抗議は認められませんでしたね。あ、今そしてイエローカードが出されましたけれども、はい、これは、キッセル選手に対してでしょうか。監督に対してです。はい、はい、警告ですね。はい、12番のウータンです。今日へのスパイクがアウトになって得点12対8。まあしかし荒木田さん、29点からまた一つゲームが始まるようなもんだという。しかし先ほど22点から追いついて最後は逆転、はい、重かったですけれども、やはりあの1点から10点までの間はですね、はい、まあ、リードされてても挽回の可能性はいくらでもあるんですね。ただ29点になった時に、その29点になったチームがですね、そのままいけるかというと、まあ、5点6点の差というのはあっという間に縮んでしまいますからね。まだこの辺がラリーポイントシステムというのが試行錯誤の段階で、テレビをご覧の皆さんの中にもね、いろんなこういい作戦というのが浮かんできている方もいらっしゃるかもしれませんけどね。本人はあの29点取った後も思い切ったサーブというのは私はあのあるとね、1か8かのサーブも必要なんじゃないかと思います。はい、あの29点からはサイドアウトシステムに戻りますからね。はい、これはアウトです。アウト。14対10です。この3番の正香選手、それから7番のこのケムナーですね、はい、この2人に当たりが出ませんね。ケムナーという名前を紹介する機会がちょっと少なくなってます、はい、今日は逆にあの4番のオーデン、それから12番のフィップスが頑張ってます。この選手がフィップス。もう一回いくか。あーっと、これは長すぎた、はい、アンテナに当たってしまいました。3点差。18歳のこの選手がフィップス。両者からセンターへロック。両者に伝わりました。9番のコリンズですね、はい、さあどうする。これは返すだけ。
センターから速い攻撃、キャプテンのオーデン速攻、速いです、速いですよ、飛んでる感じもしません。まあ、今まであのバレー界の中ではそのセンター攻撃で速さを、まあ、A クイック、B クイックですね、ものすごく速い攻撃する選手、あの丸山選手とかおりましたけれども、はい、その中でこの選手の場合速さだけではなく高さがありますから ね、はい、こうやって見てますと今現在でも中国をこれだけ追い詰めているアメリカですが、はい、来年になってソロオリンピックまでもう1年切ってますけどもね。そうですね、あとはレシーブ、ね、レシーブ力ですね、はい、中国は4番高玉子が入ります。点差アメリカリード、ピッてきたブロックは決まった、8番の京栄がブロックしました。今は京栄の1枚ブロックをピッツを止めました、はい、この京栄、京栄選手 1m80 ありませんからね、身長 ね、やはりタイミングですね、もう1回いった、今度はフェイント、ダメ、やはりさっきブロックされたのがショックだったようですね、はい、ビスケビッチ監督が作戦タイムを取りました。アメリカ3点差に中国が詰め寄っています。中国がロサンゼルスオリンピックでは金メダルを取って、そしてアメリカがこの時には2位だったわけですから、いわゆる決勝の顔合わせと言っていいですか、まあ、メンバーは変わってきてますけどね、アメリカの方がね、まあ、中国の方はほとんどメンバーが変わらず、まあ、ローヘイが抜けてますけれども、はい、アメリカの方はもう全員が変わってます ね、 そ、 すね、そしてこれだけの試合をするんですから、このリスケビッチ監督つない、まあ、この手腕は素晴らしいですね、はい、中国4番高玉子のサーブです。レフトからマスカヤン、アメリカが現在3点リード、両者クランはレフトに上げた、京栄ピッツが大きく上げてマサカヤンです。つなげるかな、どうかな、おーっと、トライバー2月目がそして返す、4番の攻撃強くつなぎました、しかし最後はオーデン、18対14、なかなか中国に追いつかせません。アメリカイサブ、あーミドルファー、やはりネットスレスレですね、はい、そして非常にスピードがあります、19対14です、いいサーブだ、これはどうする、競泳キムナーよく取った、ケッセルからこれは返すだけになった、移動攻撃、10番のヨウ・ギョウ君が決めました、ヨウ・ギョウ君とそれからヨウ・シャクランというベテランでコンビネーションって絶妙ですね、はい、ここ1点欲しいって時には必ず決めますね、はい、ロックが入っているアメリカ19対15、速攻、5点差です、スパイクブロックされました、ケムナー、はい、やっと今あのブロックポイントしてケムナー選手笑顔が出ましたね、顔つきが本当にこうキリッと締まってきてます、アメリカで、はい、これも繋いでます、ウータンが上げた、競泳ブロックは入った、これはたまりません、7点差、大点ですね、中国2度目の作戦タイム、中国勢顔を見ますとこの12番一番右側の選手、ウータン選手が若手19歳起用されているんですが、それ以外は本当に、世界選手権の優勝メンバーにほぼ近いですよね、はい、そうですね、それにですね、あの、はい、ウータン選手今入ってますけれども、まあ、これは、若手の代表でですね、将来 の、 そのソウルオリンピック後のですね、その競泳テレビ中この辺のポジションを占める選手ですからね、はい、この李月明選手も18歳、楊錫欄がこれらの選手を操っていくんですが、素晴らしいプレー、やっぱりここはベテラン勢できました、10番の楊行君、22対16、
ですね。攻撃力ではもう一つの中国なんですが、ブロック部門では現在ハッチング中トップの中国です。タイミングがいいですね。いいですね、はい、確かに僕のブロックっていうのはそんなに高さはないんですけれども、はい、の2人揃って綺麗に飛びますね。オーデンに代わってウェンブが入ります。これは返ってますが、アメリカがチャンス。コリンズです。競泳はこの前にタッチネットがあった。コリンズが手を挙げました。小柄なロックも入っています。アメリカ23対18。ケムナロックはアウト。24点。ここで前衛に長身1m91cm のピップが入ってきました。レフトからコー・ヨクシュ、今度は移動してウータンが行きましたが、アメリカつないだ。ピップが上げる。ケムナー取ったか。おー、取れない。今ケムナーよく打ちましたよ。トップがちょっと短かったんですがね、もうアメリカはすでにこれで25点を取ってます。思い切って前に流れていってます、はい、25対19。6点差。まあ、6点差といってもまだアメリカの方は安心できませんからね。そうですね、はい、先ほどの例が何といってもありますからね。そうですね、試合は25点からです。はい、ここからが勝負です。アメリカリップのスパイク取っている。今度はコリンズ26点目が入りました。森下さん、はい、松原さん、今のワンポイントでね、アメリカこのセットに入って初めてねベンチ全員ガッツポーズですよ。おです。2月目に変えて中国は11番の鄭美珠が入ります。レシーブ固めですね、はい、そしてサーブに起用されます鄭美珠。負けられない中国。アメリカとしてはもう中国を撃墜態勢に入ろうというところなんですが、痛い。これなんですよね。アメリカは連続ミスをしないことですね、はい、そして早くマッチポイントまで行って相手を追い詰めたいところです。26対21。リップに打たせる。これは惜しい。クロスパイクアウト。もう26対22。4点差まで来ました。ライトからフィップ、これはブロックは吸い込みました。長身の選手がまた前衛に来ます。4番オーデン。サーブのいいコリンズ。ヨウ・シャクラン右に振った。つなげるか。よく取った。さあどうだ。これはチャージ。あーっとちょっとケッセルのアンダーのトスが流れすぎました。今のようにあのファインプレーが出たときはですね、あの難しいボールはもう無理しないでね、返った方がいいんですよね。今のはネット際に持ってって打たせようっていうふうに考えたんですけどね、はい、ちょっと欲張りすぎました。速攻強3点差です。27対24。まだしかしアメリカリード。終盤になってからの強さっていうのがこのところ見られるようになりましたね。そうですね、
それに逆にアメリカの方は終盤になってどうも自分たちのミスが出るんですね。はい、また中国は3競泳に打たせる延長できた。これは1点差た。2度目の作戦タイムを取っています。もうこれで中国も2度の作戦タイムを取ってますので、タイムは最後点差まで詰め寄られてますね。今大会見てまして、例えばソビエトですね、ソビエトもこの25点過ぎてから弱い、そしてこのアメリカもこの25点過ぎてからですね、この点数が全然入らなくなりますね。まあ、これが一つのこのラリーポイントシステムのまあ山場かもしれませんね。なるほどね、はい、それにしてもさすがにキャプテン連覇の中国です。アメリカにもしかして復活を取るかというところまで追い詰められたんですが、ここで並ぶ、また競泳ですよ、はい、27対27、やっとの思いで追いつきました中国です。レフトからマサカヤン、これはワンタッチない、ありました、ありましたか、はい、ワンタッチありました。28点目は先にアメリカが取りました。久しぶりの得点、中国がここまで4ポイント連取しました。ブロックアウト。やはりこういう場面ではですね、この8番の競泳、この選手一人ですね、はい、ブロックで大活躍、そしてスパイクはほとんど決まってますね、今のところ。これは難なく決めて、29点目もアメリカが先に取りました。アメリカはケムナーが上がってきましたよ、はい、1回目のマッチポイント、アメリカ一気に勝負をつけたいところです。アメリカ、フェイントだ、さあチャンス、さあアメリカチャンス、ケムナーが上げる、キュッセルが打つ、フェイント、これはちょっと打ち切れませんでした。競泳、さあ今度はどうする、キャプテンオーデン、スライダーで見事よく拾った。競泳またチャンス、アメリカマッチポイント、決まった、中国敗れました。セットカウント3対1、世界の頂点に立つという中国敗れました。思わぬ不覚の中国です。アメリカが頑張りました。中盤から起用されたベテラン楊錫欄も及ばず、これは素晴らしい一投ですね。素晴らしいですよ、これ、はい、特にですね、中国としては1セット目2セット目分かれてきましたが、はい、この3、4とこの苦戦をした、そして中国のベストメンバーですね、はい、このメンバー、ベストメンバーの一番強い世界一のバレーボール、それを破ったアメリカは今日は本当に頑張りましたね。そうですね、そしてまたベストプレーヤー賞には12番のフィッツ選手が選ばれました。いやー、それにしてもアメリカはもう来年へ照準を合わせてますんで、家庭のまだ4分の3ぐらいまでしか来てませんということだったんですけれども、この時点で中国を捉えました。それから荒木田さん、メダル争いがこれでまた本当に微妙になってきたんですけれども ね、 そ う、 ですね、まあ、そういうわけで今日のですね、その日本とソビエト、はい、日本選手頑張ってほしいですね。そうですね、はい、まあ、これまで連勝のペルー、それから1敗がこれで日本だけになりましたか。そうですね、はい、はい、面白くなってきました。ジャパンカップバレーボール最終日の11月3日は大阪府立体育館で行われるんですが、注目の日本対中国戦が午後7時30分試合開始と変更されましたのでご了承いただきたいと思います。今日の第1試合アメリカ対中国の試合はセットカウント3対1でアメリカが取っています。さて今日の日本はソビエトと対戦します。まあ、今中国が敗れましたので今現在のところ2位につけている日本なんですが、メダルの可能性が非常に高くなってまいりました。この後もお楽しみください。